NBA プレシーズンマッチグリズリーズ120から116ペーサーズ2024年10月14日ゲインブリッジフィールドハウス NBA グリズリーズの河村祐希23が現地時間14日日本時間15日プレシーズンマッチ4戦目となる敵地ペーサーズ戦で第19から途中出場しプレシーズンマッチ4戦連続出場 三本のスリーピースシュートを含む十得点七アシストの活躍でチームの勝利に貢献した。プレシーズンマッチ三戦目と同様に前半から途中出場した河村。第一球からファンを魅了した。残り6分2秒からコートに立つと、残り1分36秒にトップからスリーピースシュートを決めてこの日初得点。そして三試合ぶりの FG。 フィールドゴール、成功となった。残り38秒には右サイドからのドライブインからゴール下のザックイディへのノールックパスでこの日初アシストをマークした。第2球もベンチスタートながら残り4分37秒から出場。残り2分7秒には左ウィング付近からこの日2本目となるプルアップのスリーピースシュートを決めた。 後半になるとさらに勢いを増した。第3球も残り6分17秒から途中出場。残り5分6秒には右サイドからゴール下へカッティンしてくる J ハフへの再びノールックパスでアシストを決めた。残り3分35秒で一旦ベンチに下がった。第4球はスタートから出場すると。 最初のプレーでいきなりマオジンハペレーラへのアリウープパスを決めた。残り11分3秒には左ウイング付近からスリーピースシュートを決めた。残り9分43秒にはドライブインからゴール下で9ストップ。そのまま右コーナーのハフへアシストを決めた。残り3分9秒にもペレーラのスリーピースシュートをアシストすると、 残り2分25秒には左サイドから中央へのドライブインからノールックパスでジェーレンウェルズへアシスト。残り27秒でフリースローを1本決めてプレシーズン初の2桁得点となった。この試合はプレシーズン最長の25分21秒出場で10得点7アシスト1リバウンド1スティールをマーク。 シュートはすべてスリーピースシュートで7本死闘で3本成功。FG 成功率は42.9%だった。プレシーズンマッチ4戦連続出場となった河村に残されるプレシーズンマッチは残り1戦。最後のプレシーズンマッチとなる次戦は、現地時間18日、日本時間19日の本拠地ヒート戦となる。 通営契約そして開幕ロスター入りへさらなるアピールが期待される。